じゃあまず、1日目の秋ロゼ先輩のコーディネートを見ていきます。こちらです、どうぞ。ちょっと読み上げお願いします。日曜日日曜日月曜日どうそれどうでもいいから曜日はどうでもいいからなんだこれなんだこれ全身原宿で買ったコーデ、おかず系かスイーツ系どっちのクレープにしようかな、ルンルン。どっちでもいいわこれまきびし、なんだまきびし、ブーツかブーツ可愛い、ブーツ可愛いんだけど、なんかこれなんかお茶を注いでるような感じに。え？そういうことは？だってあの急須に、あじゃなんかそうお茶そろそろみたいな見えちゃうから、ちょっと遠くの人がびっくりしちゃうかもしれないこれ。そうかな、びっくりするかな。これなんか頭アフロになっちゃってる急に。違う違う。外外だよ。これそういう。際どいな、かなりすごいな、こんなん着るの全体的すごい好みね。おお、好みだ、来た好み好み。これでね、あの家に遊びに来たらね、あうひょってなっちゃうけどうひょってなるんだ。うひょってなる。ジーンズの破け具合がなんかかまいたちにやられたみたいな。ねえ、違うの、おしゃれな。ちょっとなんかこう、あの痛々しい感じになっちゃってるからあれじゃん、ジーンズのほつれ糸がもう飛んでっちゃってんじゃん。これさ、これジーンズの糸、これかまいたちだよね、これは。あ、これかまいたち。好き放題言いやがって、かまいたち。レジャーシートみたいなの着てますよね。これもしかしてあれですか、クロマキーで抜いて服かぶせようとしてる。これ抜けるぞ。抜かないでください。はい、抜ける。綺麗に抜けました。綺麗に抜ける。やっぱ白の方がいいじゃん。いやちょっとサニーレタスっぽいよ、あきちゃん。なるほど。サンチュサンチュ、これはサンチュ。ちょっとサンチュにしてもいい。色がちょっと鮮やかすぎる。確かに。うやきなはい、こちらです。読み上げお願いします。はい、毎日服着てると思うなよ。あのさ、コーデ対決って言ってんだわ。でもだって、お前、服着すんなよ。でもさ、これさ、胸のところなんでこんな色いっぱいあるの？これ、あの、虹色でさせていただいております。そう、なんか虹色で線が引いてあったけど、さすがにこれでバンされたらうざすぎると思って、モザイクかけました。そういうことね。ブラは書いてない。つけないから。あらららら、なるほど。あ、ビロンビロン。え、パン、ビロンビロンとか言うの？何がビロンビロンなんだろう。パンツは描いたってこと？パンツは描いてあります。はい。あ、じゃなきゃこの黒さおかしいだろ。なんかあるのかなみたいな。うなぎみたいな。またにうなぎが。うつぼかもしれないけど。トムとピーリみたいな猫ちゃんとネズミちゃんがついてるお気に入りのセーター、狩る側と狩られる側どっちもいてお得だよね。わからんわからん。そのお得はわからんんだけど。なんか袖についてる羽みたいなのってなんだ。あ、本当だ。確かにこれ何、うん、あれはなんか猫耳。ここ猫耳だ。袖につけんの猫耳。ケロプロスやん。すごいですよこれ。もう色合いもさ別にまとまってるし、猫も可愛いからいいのかな。いいのかな。人のこと言えないからさ。こんな審査してきたけどさ、人のこと言えねえんだよなと思って。今になって5日目まで来て。なんか被ってんですけど。そうだ。あ、似てるんだ。これ毛玉なのか。来たね。毛玉ブツブツしてるやつ。ジネ。このイラストダメだよこれ。なんか四分音符みたいになってるもん。ね。四分音符。そんな表現ある。うん、そうね。綿毛飛ばした後のタンポポみたいな。そう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 。次は坂本の6日目のファッションです。こちらです。はい。はい、ねえ待って。でも何で汚れてんのこれ。ファンデーションみたいな色で汚れてるやつ。あ、おかしいですね。おかしい。おかしいとか。おかしい。後に。あの、拭いちゃったりとかするから、口元を。お前は3歳児か何かか。さっきは、あの、上のね、上半身に着てるやつは、こう塩結びっぽいなと思ったんだけど、もう今、あれだよ、味噌おにぎりみたいになっちゃったから。汚れちゃったからね。汚れちゃってるから。じゃあ続いて、坂本の7日目ファッション、こちらです。どうぞ。お風呂、入りたくない。裏返せばまだいける。
お前もう帰れよもう。お前何しに来たよお前。あのウルトラマンに出てくるジャミラっていうのがいるんですけど、はいはい、あの知らなかったら後で調べてほしいんですけど、ジャミラの肌質に似ててこれが。肌質なの。肌質。ちょっときついですねこれは。なんで